どうも、ワレです。今回ですね、トラビスジャパンというジャニーズ Jr. の先日デビューが発表されたグループがあるんですけど、それについて話していきたいと思います。まずはですね、トラビスジャパン、デビューおめでとうございます。ということで、皆さんね、いろいろ分かってることとか、不安だったりとか、期待だったりとか、いろいろあると思うんですけど、その辺で僕が思ってることだったり、現時点で分かってることだったりっていうのを、今回ちょっと話していければなと思います。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録、最後までご視聴よろしくお願いします。まずトラビスジャパンというグループはですね、2012年の7月の9日に結成したグループで、メンバー編成を繰り返しながら現在は7人のグループになっています。結成したのが、ね、12年ということで、もう今10年経ってるんですね、結成してから。ということで相当古いグループなんですけど、スノーマンも2012年の結成で、ストーンズが2015年の結成ということで、スノーマンと同時期ぐらいにですね、トラビスジャパンができたということなんですけど、この3グループっていうのがですね、大人ジュニアっていうふうに言われて、デビューできないというふうにジャニーズ本体から言われたということも新しいです。そんな中ですね、副社長がタッキーに変わってからですね、スノーマンとストーンズが同時デビューということになって、トラビスジャパンだけがまだできないというふうな状態になって、ストーンズとスノーマンの方にですね、先を越されてしまいました。ということで、じゃあトラビスジャパンのデビューはいつなのとか、デビューできないのとかっていうふうに言われてたんですけど、先日ですね、デビューが発表されました。で、そのデビューの発表の仕方というのもですね、いろんな発表の仕方があって、例えば嵐だったらですね、ハワイの船の上でですね、デビュー会見があったりとか、Kis-My-Fit2 だったら、ライブ中にジャニーさんから手紙が届いて、デビューできるよ、みたいな内容だったりとか、本人たちがファンにデビューしますっていうのを直接伝えられる場であったんですね。で、それが今回、トラビスジャパンっていうのはですね、週刊文春の方に取り上げられて、デビューすることになっている。みたいな感じですね。これが結構炎上してましたね。ファンの中でも文春からは聞きたくなかったとか、本人たちから聞きたかったみたいな、いろいろ炎上してたのを見ました。いろんな発表の仕方があるんだなぁとは思ったんですけど、まあでもね、10月の28日に全世界配信デビューということで、これはもう公式で発表があるので、とりあえずですね、楽しみに待ちたいと思いますね。で、配信デビューということで、こちらもまたちょっと気になる部分なんですけど、なんで配信なのとか、CD は出さないのとか、いろいろ思うと思うんですよ。まあ僕も思うんですけど、やっぱりね、CD で聞きたいですよね。配信じゃなくてね。でもね、現在、あんまりね、CD を聞く環境っていうのは皆さんないのかなとは思うんですよね。僕もなんか、前みたいに聞かなくて、車の中で聞くとか、そういうことが結構多いので、あんま CD じゃなくてもいいのかなっていうふうにはまあ思うんですけど、でもね、やっぱりね、ジャニーズの伝統的にね、デビューっていうのはやっぱり CD デビューっていうこと、まあ基本になってる。で、ちょっと気になるのがですね、こちらね、ポスポの方で言われてたんですけど、ABCZ っていうグループありますね。ABCZ はですね、ジャニーズとしては異例の DVD デビューっていう形を取ったんですよ。ABCZ っていうのはアクロバットが得意なグループで、5人全員がバク転をできるということで、それを売りにしたグループです。それで、DVD デビューっていうのは、本人たちがね、言ってたのは、やっぱり CD で音を聞いてもらうよりも、映像でちゃんと僕たちがアクロバットをしてる、パフォーマンスをしてる姿を見てもらった方が分かりやすいからいい、みたいなことをテレビでも言ってたのは見たんですよ。でですね、話戻りますけど、そのトースポで言われてたのがですね、やっぱり何十万枚とかっていう風に他のグループが売れてるのに、ABCZ の CD だけ何万枚とかっていう売り上げになってる。最初がやっぱり DVD デビューだと CD になった時にパッとしないんですよっていう風に書いてありました。配信デビューっていうトラビスジャパンっていうのはどういうんだろうっていう風にね、まあ確かにそうとは思うんですけど、一概にね、 DVD と配信っていうのは違うので、 CD を出した時にどう繋がるかっていうのがちょっとわからないですけど、時代の流れもあるし、やってることが違ったりメンバーが違ったりとか、まあいろいろあるので、一概には言えないですけど、まあそういう例もありますよっていう、それがねちょっと心配なんですけどね。まあ配信といえばね、10月10日にカトゥーンの新曲が配信リリースということで、最近配信リリースっていうのもあるのかなみたいな。トラビスジャパンといえばね、アクロバットがものすごい人が一人いるんですけど、川島ノエル君っていうメンバーなんですけど、彼のアクロバットが本当にすごくて、アクロバットがすごいジャニーズって何人かいるんですけど、例えば先ほども話した ABCC だったら塚田良一君、SnowMan は佐久間大介君、まあ、それぞれね、アクロバットの仕方も違ったりして、塚田君なんか体操選手みたいなアクロバットの仕方で、佐久間君はまあどっちかっていうとダンサーがアクロバットをやってるっていうような
印象ですかね。で、川島如恵留くんの、アクロバットっていうのはすごいスタイルのいい体操選手がアクロバットをしているっていうような印象ですかね。すごいね、綺麗で、ジャンプがすごい高いで、スタイルがいいので本当に足がすごい長くて、だからそういう風に見えますね。現時点でトラビスジャパンのファンクラブは開設するのとか、いつ開設するのとか、どうなるのとか、ファンクラブはどうなんでしょう。公式での発表は今のところありません。ファンクラブってデビューしてから発足されるグループとデビュー前に発足するグループとあるんですけど、これがなかなかね、タイミングを逃すとファンクラブの人数が増えなかったりとか、いろいろあるみたいなので、例えばなにわ男子とかですね、デビューする3ヶ月前にファンクラブが発足したりとか、でもジャニーズ WEST とかデビューしてから2年後に発足したりとか、トラビスジャパンはどうなんですかね、いつ発足するのか。多分ね、現時点でジャニーズ Jr. 情報局に入ってる人とかはトラビスジャパンのファンクラブが発足した時にね、データ引き継ぎというか、なんかキンプリとかスノーマンとかストーンズとかなにわ男子とかは入会特典みたいなので会員ケースがもらえたりとかしたみたいなので、なんかおそらくね、トラビスジャパンの時も会員ケースがもらえるんじゃないかなというふうに言われてます、はい。でね、トラビスジャパンね、とりあえず日本での活動なのかアメリカでの活動なのか行ったり来たりなのか、今のところ全く分かってないような状態で、なんか面白いね、なんかツイートかな見かけたのがこれって CD デビューなのみたいな、デビューしても日本ではジュニア扱いっていうことないよねみたいな面白いツイート見つけて、いやそれはないでしょうって思ったんですけどね。まあ多分ね、配信デビューって言ってもそのうちね、アルバムとか出すと思うんで、デビューシングルとかそういうのも入るはずですよ。まあでもすぐに CD で聴きたいっていう人は聴けなかったりとかするんですけど、ということでね、現時点で、トラビスジャパンについて分かっていることを、僕が思ったことっていうのをまとめてみましたけど、いかがだったでしょうか。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバイ。